はい、では行きたいと思います。隠しダンジョン、隠し洞窟ですね。クリア後のの途中まで来てます。よしよしよし、宝箱来た。皆殺しの剣、皆殺しの剣とな、あからさまに。またこれ絶対あかんやつやな。しかもそんな強くないし、しかもそんな強くない。ありがたい。ちょっと休めるわ。もうさっきのとこほんと苦しかったんで、ちょっと休憩できるわ。気持ち的にですけどね。もうほんと辛いわ、あれ。戦いのドラムを打ち鳴らす。ナイス。ナイス。さあ、探索していくか。まあ、4方向あるんでね、どの方向で行くべきかちょっと全然わからないですが、こっち行ってみる。はぁ、来たー。来たー、やっぱおるな。オークス頼むぞ、オークス頼むぞ、マジで。俺は入れた。おい、俺は入れたぞ。これはマヌハーン。こいつもあんま強いぞ。石投げてきよっから。ほら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 、石投げてきた。石ありきのやつですよ。石ありき。ほら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 、めっちゃ食らったやんけ、一気に。お前らはちょっとオークスを交換。山頂で全然石。いや、ここは本当本当に道中厳しいですね。迷路の迷路やもんね。本当に迷路地獄ですね。釣られて踊ってるだ。どこやねん、急所はこれの。現状にし。ナイス。オッケー。ハマカーンみたいなもんや。あ、もうレベル39になったよ。もう40なるで、これ。もう40やで、もう。ん？うわ。ループゲー。うわ！ループゲーや。おぉ！おぉ！ナイス。すごいな。一応、見た目は、味方のピエールやぞ。躊躇ないっすね、あのザキを選ぶ感じ。はい、殺そう、みたいな。はい、お前、ザキ聞くし殺そう、みたいな。躊躇ないな、ほんまに。ヒアリーを唱えた。向こうも向こうでもうむちゃくちゃやな。ギニューやん。全然使いこなせてないやん。自分の体。あ、階段あるやん。これループゲーやな。あー、ループゲーや、完全に。おーとなると、となるとさっきの方が合ってるのかな。あれで、わかった。あれで右行くんか。すげえな。躊躇ない。山頂がもう全く殺すことに躊躇がないぞ、ピエールを。一応ピエール見た目、すごいな、もうこいつら。殺人マシーンやんけ。一回、一応下だけ行っといていいかな。多分、その、うわ。マジか、これ。すごい。あー、出た！出た出た出た、もうすみません。いちいち大興奮。決めてよ！いや、こいつ逃げんの早いわ、もうほんま。逃げんの早いのよ。もう。あ、ついにオークスになった。オークスもどき。一番やったらあかんことしとったな、これ。一番やったらあかんことしとったよ、これ。オークスになるなんてことは。よいしょ。これ、スラリンとか出しといたら、スラリンになりおるってことやんな。一番やったらあかん、そういうこと。どうしよう。あ、もう絶対もうこれ、死のループやな。
下に行けば行ってもずっとループしてるからやっぱ同じとこ行ってみるか。ちょっと考えててどうすっかな。入れ替えしよう。悩むな。順番とかがあるんやろな。順番とか、あとはまあやっぱさっきのとこ右が怪しいか。どうかな。さっきのとこ右が怪しいような気もするんすよね。ビアンカレベル34 MP すげえ上がったな。うん、うーわマジかよ、マジかよ。勇者オークス菊丸でいこっか。絶対倒さなあかんやつこれ。いやもう、もうなんなんこれほんま。ひどいなぁ。下行ったっけ、下って言ったっけ、言ってない。戦いのドラムを打ち鳴らす。向こうもや、あいつも持っとる。やっば、あいつも持っとる。マジか。いや、立ち悪い、これ。倒さんと。うわ、えぐい。菊丸にザオリフ使わせてしまったやんか。うわ、もう最悪や。めちゃくちゃきついな、これ。どうしよう。やばいな。早く倒さないと、メカバーンを早く倒さないと、もうとんでもない被害が。まずい、まずい。いや、メカバーン、勇者、行かれるんじゃない。うわー、つえ。もう倒せると思うんやけどな。まさかのとんでもない被害が出たよ。ビアンカ出すか。よし。うわ、ボコボコされた。ここに来てボコボコされた。スラリンのザオラル使います。ザオリクは温存して。よし、聞く、やってこい。よし、そして勇者さん、お帰りなさい。さあ、どうしますかと。変わらんよな。上、これも、これもループしてるな。やっぱさっきのとこ行くわ。上行くわ。上行っての右行くわ。うわ、やばそう。セルゲイナスとマヌハーン。いや、これセルゲイナスはまあまだいいけど、マヌハーンは多分ほんまやばいから。セルゲイナスは多分まだ耐えれると思うんですけど、マヌハーンがもしドラム使いよったらもう逃げますわ。これやってくれてるのまだマシやもん、ほんまに。おー、マホトラ。サンチョもマホトラ。取るね。取っていく。マヌハーンを倒さない？マヌハーンを早めに倒しとかないと、これ怖くね？サンチョはもう、取って取られて、取られて取って。よし。戦いくしゃるからな。
待っとけよ。奪い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 。ちょっとパーティーの人たちも回復したいから、賢者の石がついて使うから。いいよしよしよし。よし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 。すげえ取れるんやな、これ。こいつ。お宝やん。ピエールどんどん行け。どんどん取れ。危ない危ない。いいです。どんどん取れ、どんどん取れ。全然残ってないな。貯金が全然残ってない。よし。まだ取る。まだ取りにかかる。ドラムやってきますか？はい。ナイス。よし。最後も賢者にし。いやー、ちょっと違う種類の敵が出始めたんで、さらに厳しいですね。道中が。まあ、メタルキングも出てるんですけど、今んところメタルキングが1ターンでも耐えてくれたことがないというね、悲しい事態になっておりますが、1ターンでもいといてくれたらオークスがもしかしたらというのはあるんですけど、それすらも許してくれない感じ。ここ右よな。これは正解でしょ。マジか。これで階段。マジか。マジなのか。新たな迷路やぞ、これ。これむずいな。この雑魚と戦いつつ、また、やってないことをどんどん試していくしかないんですけど、何か変化したら、よしって思えるけど、どうなんやろなこれ。ザオリクやるでしょ。やるよね。ただドラムの力で強引突破。階段登ってみようかな。見せかけて実は別の階段だったパターン。いやー、ちょっと待って、これマジか。どうしますかね。どうすっかね。くっ、三連打。綺麗に三連打。キクマに変えましょう。あー、なるほど。魔法カンタが怖いのか。もういいよ、倒してしまえるでしょ。いけるでしょ、あなた方。混乱してる。よし、オッケー。いや、これね、いやでもレベルは上がるわ。もう迷子になってるだけでレベルはバン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 上がりますよ。本当に超迷子になってるもん。ザオラル無理か。ということはオークスのザオリクに頼るしかないかね。右か左かをずっとやり続けるってことかな。ということは、可能性としては。右左は絶対怪しいと思うんやけど。何か順番が多分設定されてるんやとは思うんですけどね。そうか、あれやな、ドラクエ2のことを思い出せば、あれ？この道はこっちか。こっちで合ってんのか。これか、これか、これや、多分これや。合ってたっぽい、今の合ってたっぽい。戦いのドラム打ち鳴らす。分散してお願い。よし、大丈夫。こっから賢者行ったるし、安心して攻撃して倒してくれ。
集中攻撃して倒して、よーしナイス、一つ倒せば楽になる、二つ倒せば楽になる、よいしょ、よし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 、もう一回回復します。左、左行って次上行ってみたいな感じで選んでいくんやな、多分そうやな、そういうことやな、 OK。 さっきは左、左行って左行ってミスったんや、あー合ってる、左上で、左上ときたから、こういう場合絶対遠い方が正解と見せかけてこっちへ、ちょっと待ってください、左上、上やな、はい、頑張ろう。でもやり方は分かったから気持ちは楽にはなりましたね。まずはドラム打ち鳴らす、解かないともうザオリクの連打になるからめんどくさいから、悪魔神官先倒した方がいいと思うよみんな、じゃないとザオリクで結局めんどくさいことになるよ、ほら言うてませんだから、悪魔神官の方やりましょう、悪魔神官の方やりましょうよ、よしナイス、あ倒しきれてない、俺が落とす、よし、左、左上、上、ここは弱そうやな、マホトラ生きよるかな、ピエール取れるとき取っといて、くー危ない、あー最悪、マジか、なんであんな理想的な殺し方されなあかんのこれ、とんでもなく理想的な殺し方されたな今、ひどいな、オークスもねもうなくなってきたよ、あと1回しか使えないですよオークスマジック、そう、ナイス、いやさすがに疲弊してきたわ、さすがにこんだけやっぱ迷子なってます、ミナデイン来た、さすがに疲弊してきたよ、 MP もちょっとちょっとずつ削られてますからね、やっぱなんやかんやで使ってしまってるし、ちょっとピエールが危ないけどね、そっか、まあそうくるわ、いやだから悪魔神官倒した方がいいと思うね、痛い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 です、そうでしょうね、いや分かってんのよ、俺だけは分かってんのよ、でも回復しないと、回復してあげたいから、俺だけは分かってんねん、主人公の俺だけは分かってんねん、やるなあかんこと、よしナイス、上、そして上、もう一回ぐらいあるでしょ選択、あるね、あるね、どうする、もう全部の罠に引っかかってきてるから心が痛いわ、どうする、全部の罠にかかってきてんねん、ここぐらい決めたいわ、上ずーっと上できたからここであえてしたやろ、あえてとかそういう考え一番一番見抜かれてるぞ、あえてしたやと思うのにね、その裏を買い、裏を買くとかはもうあんまよくないかな、戻ってくるのに超時間かかるのは分かってるんでね、この辺怖い、もうラストぐらいだと思いますけどね、その選択肢としては超怖えな、選べないっす、3股とかは絶対やめてほしい、せめて2股にしてほしい、下行くわ、こら、おっしゃ当たった、うわまだかー、ちょっと待って、下、いやこれ投票行く、投票行く、これ裏を書いたら右なんですけど、裏を書いたら右なんですけど、投票行くわ、クソイズクソイズ
もう、いや、そうやろな、思ったもう今、ね、俺の中の中村獅童が、今俺の中の中村獅童が姿を現しました。召喚してしもた。悔しい。おら、エルガトラーさんよ、強いな。ガン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 、もう力が強そうに見せかけて、イオナズンとかそういうこともできるからすごいですよね。こういうの激しい炎とかね、力で来るんじゃないのかよっていう。エルガトラーさん、ミュウがレベル38。さあ頑張るよ。左上、これでもまだなんかフロア続きそうです。すげえ怖いわ。こういう嫌がらせのフロアが続くんでしょうね。で右、頼むぞ、もうマジ頼むぞ、ほんまに。誰に頼んでっかわからんけど、頼む、ほんまなんかわからんけど、何かを頼むしかないの。もうこいつらはまあ比較的体力は知れてるんで、回復だけしてりゃいいかな。ナイス。どこやねんって。だから急所はバッテリーか、バッテリーがあんのか。よし、回復。痛いけど満遍なくダメージ与えてくれてありがとうございますと。よし、いい感じに回復ついた。勇者を200台まで持っていきたいな。いや、回復しよう。山頂も回復して、よしよしよし、 OK。山頂レベルアップ、 HP がもうすぐ400到達しそう。だいぶ太ったな。おお、いや、もうこれは下やで、これは下やって。よしよしよし、来た。しかも来た。何やこれは、チャンスやぞ、チャンス来たぞ。行く、逃げんなよ、タルプンで魔人。うーん、あかーん、あかーん、いやだから違う。ザオリクはもう攻撃ってくれって。あー、呪文使う、何する。じゃあ、こんなに恨めることがあんのかね。こんな恨めることがありますか。くそ、マジで悔しいわ。あー、ということで、はい、時間なんでここで一旦切りたいと思います。続きは次回見ていただいてありがとうございました。